誰もあの朝礼で話す人がいないので私が今日もやりますけど、生き生きライフが出ましたね。生き生きライフね、これね、小高先生表紙にあの文章を書いていただいてますけど、私も15周年で原稿依頼が来たので、草野さんから来たのでこう書いてますね。で、これはあの草野さんがあの文字数が多いから、ちょっとだいぶ割愛して、おりますけども、元の原稿を読ませていただきます元の原稿ね。15周年に思う、これです。15周年に思う、おかげさまでラフターマービもオープン15周年を迎えることができました。私は16年前にこの建物の設計図を見せられて、設計段階から現場の責任者として参画してきました。浴室、トイレ、居室などのレイアウトからさまざまな備品、重機の購入、スタッフの採用、研修、そしてサービスの組み立てを行い、オープン時にはバスをチャーターして真備町はもちろん隣町からも多くの見学者に来ていただいたことが懐かしく思い出されます。15年を経てこの施設が地域の皆様にとって高齢期の生活を支える大切な社会資源としてすっかり定着し、多くの利用者でにぎわっていることは開設に携わった者の一人としてとてもありがたいことだと思っています。オープン時のスタッフも減りはしたものの、まだ10名以上がこの施設で働き続けています。16年前に学校を卒業して社会人1年生として入ってきた者たちが組織の中核として活躍しています。ここからが省かれたところね、草野さんの陰謀ですけど私もあと1年で定年を迎えますが、この施設が地域の皆様のお役に立てる頼りがいのある資源として、さらに発展していくことを一歩退き、後進に道を譲りながら見守っていきたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。で、まあ特に、現場で役職になって管理者になって高い地位に上れば上るほどですね、あとどう譲っていくか、どういうふうにそこから、普通の人に戻っていくか、とても大変なのね。まあ、私そんなに高い地位とかあれじゃないんで、大したことないんですけども、定年後の、過ごし方、まあ土井さんみたいな先人がおりますし、私もそれなりに工夫しながらやっていきたいと思うんですけども、まあ、その一つ、まあ、定年後の働き方なんか、まあ、皆さんに、お役に立てれるかなと思うのと、まあ、それともう一つはですね、たくさん本は 2,3 冊同時に読んでるんですけども、最近読んだ本からちょっと紹介をしておきたいと思うんですけども、これ65歳定年時代に伸びる会社というのがあります。65歳までの定年延長がまだ義務化はされてませんけども、努力義務として厚労省から言われておりますね。で、65にならないと男性の場合、女性の場合はどうなのかな、年金は65歳で満額です。で、60歳ではくれません。61歳からようやく報酬部分がちょっとくれるのかな。女性はちょっと知りませんけども、土井さんに詳しくは聞いてください。で、たちまち、生活に困る方も出てくるし、継続雇用をしてもらわないと困るという方も出てきますので、で、まあ65歳定年ということをですね、逆手に取ると、で、私は75歳現役ということを目指してまして、その中で、いろいろとノウハウを書いていってます。高齢の方が職場で生き生きと働いて、貢献できるような会社、職場というものをどうやって作っていくかということを書いてまして、その中 の最後の方にですね、事例が何例か載ってます。事例だけこれフリップにしてきた、事例、皆さん報告するときちゃんとフリップ作ってくださいね。パソナキャリア、前川製作所、高齢者の社がね、会社の社になってます。この高齢者っていうのは結構マスコミで取り上げられてますから、皆さんよくご存知だと思います。富士ゼロックスという大企業ですね。で、その中で、とりあえずですね、時間までに
時間2、3分ある、まずパソナキャリアです。パソナキャリアって会社は、まあ、再就職の支援事業とか、あの有料職業紹介事業、パソナ、ね、人材派遣、大手ですけども、で、まあ、そこでね、とても逆転の発想があるわけですね。パソナ65歳まで全員再雇用します、定年後に部長に昇格することも可能ですということで、何を売りにしていこうかというときにですね、日本で一番、日本の人材派遣会社、まあ、再就職支援会社という、まあ、人材派遣会社として、一番平均年齢の高い会社を作りましょうと。で、まあ、これまでの日本の一般企業の常識ではですね、平均年齢が高いということは会社として非常にマイナスであるというイメージが強かったんですけども、それはもう古い時代であると、まあ、日本の社会にとってですね、平均年齢がどんどん上がっていくということは、それだけその職場に定着して長く働いて、高齢期に差し掛かっても元気でそれなりの役割を持ってですね、その会社で、活躍しているというふうなことだと思ってまして、事務所がですね、もう30代がいなくなって40以上の人ばっかりになったというようなことを嘆いてましたけども、それ嘆くことじゃなくてですね、平均年齢上がるということも嬉しいことだと。で、こういうこと書いてます。能力面、健康面等に問題なければ65歳を超えて、契約更新をする再雇用制度も用意していると。同制度の下で元気で活躍している70代の社員もいる。意欲のある社員が長く働き続けることができるよう、資格取得のための教育研修なども年齢に関係なく受けることができるという補助制度が用意されているということで、まあ、それなりに高齢者が活用されるモデルケースをですね、まあ、こういう会社が作っていっているというのは、多分日本の社会の未来にとってもとても大事なことじゃないかなと思ってまして、今日紹介をさせていただきました。ただし、老害といってね、老人の害、いつまでもですね、役職者が先頭を走っててですね、ると逆に、後に続く人がそれに頼って育たないということがありますので、最初に言ったようにですね、一歩退くと、どういうふうに退くかなということをね、まあ、役職者が定年を迎えますので、どう退き方というのは、まあ、人それぞれで事情があって違うと思いますけども、一歩退いて、どういうふうに更新に道を譲って、まあ、近くで見守りながら、支援していくかというふうな、働き方をですね、まあ、私自身も、あるいは他の方もですね、定年を迎える方も、いろいろと探っていきたいなという一年になると思います。以上です。はい、他に何かに